あ。
そろそろイベントをやっていこうかなと思ってるんですけども、まあ、変則ルールでやるとしても何がいいかなというところで今考えております。希望があれば言ってもらえると嬉しいです。でも今日少ないですよね。まあ普通にやってもいいですし、どうしようかな。うまいね。じゃあ、あ、ペルオ久しぶりやん。バイソンばっかりだな今日。バイソンがね、4人もいるわ。10人しかいないのに。そうかね。なんかやりたいルールないですか？やりたいルールないですか？
全然思いつかない。どうしましょうね。バンガリ、バンガリ、あ、バンガリはこのやっちゃったんだよね。でもあってもいいかな、やってもいいかな。まあでも希望あったので、バンガリルールで、バンガリルールで、あれはね、チーム戦じゃないとやばいんだ。だからメインで、そう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 。あー、チーム戦にして、いや、シングルでもいいかな。バンガリで、あの、ボタン封印するのどう？ボタンを封印するの。1ボタン封印、ボタン、ボタンパン。結構やばいよ。ブランカ使い死亡ですよ。バイソン弱パンだよね。バイソン弱パンだと思う。でも相手キャラ見て、いや、前回やったのはくじ引きでやったんだ。うん、キャラは自分で使うキャラなんだけど、くじ引きで封印するボタンが決まったの。今回は指定しようかな。ボタン番です。もうあぜくんの中足を封印したらもう勝ちやで。ブランカいないっす今のところ。使ってもいいですけど。ブランカはね、前回本当にヤバいことになったんで、赤ブラが電撃で削ってましたからね。あれはイカれてましたわ。あとね、残儀がかなり困るんですよ。ダブラリ出ないはきついっすわ、やっぱり。フォークもパンチ封印されるとコンドルダイブがなくなって、えらい目になります。じゃあそろそろやっちゃいますか。じゃあトーナメントだけ作っちゃいます。あ、でもな、これ鍵がねえとな。じゃあそろそろやろうと思いますが、直樹くんがいないんだよね。あ、いた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 。よし、じゃあ日曜恒例のめちゃくちゃなイベントをやりますので、キャラクター皆さん書いていってください。メインキャラでいいかな。
メインキャラでダブルイリミにして、ダブルイリミネーションにして、これは？これは？ボタン封印ルールです。ブランカだけはやめた方がいい。ブランカはやばい、マジでやばい。で今回は相手からボタン、封印されるボタンを指名されますので、相手から指定されます。お互い指名されます。じゃあ10人でいいですかね。皆さんキャラクターを書いていてください。今日のルールはボタン封印ルールです。で、相手に封印されるボタンを指定されます。やばいルールです。お気をつけください。キャラどうしよっかな。バイソン微妙なんだよな。ザンギとホークはマジでやばい。パンチ3つが出ないのはね、ブランカのがやばいんだけど、グリグラさんキャラどうしようかな。バイソンマジ微妙だな。ホンダだな。相手に封印するボタンを指定されます。お互いです。ホンダは安全。フェイロンでいいですか？いいですか？フェイロンどうしようかな。弱キックとかにしようかな。強パンかな？強パンかな？よし。それでは、後から宮健が来るらしいので、それ含めて出席確認 OK。 シャッフルしまーす。誰東京駅、
東京駅は無理やろ。いや、東京駅そんなでもないと思う。そんなでもない。15分ぐらいか。半は過ぎるから。誰がいるの？20分以上かかるよね。というわけで少々お待ちください。今すぐ乗っても40分。あー微妙だな。やめとこっか。配信なしでごめん。選択欠席、選択削除。じゃあやります。シャッフルします。スタートします。グリグラ対ミヤ、そして直樹対二回転、そしてデレロー対イロハ。この辺からやっていきましょう。グリグラ対ミヤ、じゃんけんをしてください。あ、いないのか、いないのか。いやいやいや、ダメだよ、まだダメ。じゃあ直樹会2回転からやります。さあ、というわけで、ああ、いや、外してからですね。なるほど。あれ、どこだ？これか。はい、三宅エントリー、はいはい、はい、三宅さん入っております。本日は、ボタン、1個禁止ルール、相手から、ワンボタン指定されるという形ですね。俺スタートボタンこれ禁止したら最強なんじゃね。さあ、まあまあ、それはともかくとして、0回戦、1つ目、直樹対2回転、直樹バイソン、対2回転ホンダ、直樹が5パンが効かない、2回転が中パンが効かない、形になっております。はい、次デレロー・イロハ、デレローさんとイロハさん、じゃんけんして、ワンピーツーピーを決めて、あとは相手の指定するボタンね、禁止のボタンを決めておいてください。なんとなく試合になってるっぽいですが、逆にバイソン側はコパンを封じられたというのは非常にホンダの突進をケアしづらいので、それになってのことでしょう。さあ、じりじりというかぴょんぴょんした展開、中パン対応していく。直樹小パン出ないのはさすがにか。しかしクレイジー、ゲージは溜まっている。しゃがみ小パン、
これどれをね、バンするかというのはなかなか難しいところであったと思いますが、さあ直樹溜めている、コパンがめんどくさそう、中パンで止まらず、今日はバイソンが多いので2回転こうかぶせにいった本田、確定。さあガン待ちの形、しかし中距離からもういきなりぶつかってくるクレイジー。さあ1-1取ってボパンのバリアが強いぞ、投げ返し直樹。さあホンダの頭突きは相当めんどくさい、あ最強技2回転ニコニコ、ルーザーズ勝ち上がりはボタン2個封印にしよう、なるほど。さあ次はデレロイロハですね、デレロさんとイロハさん、じゃんけんは終わってますかね、あと相手のボタン、あの封印するボタンを教えてください。中側が僕で、デレロさんの、大パンチを封印します。はい、イロハさんが中足、中キックを抜いて、ワンピー側デレロさんが大ピーを抜くという形ですね。マーカスこれ英語でなんて言うんだろう、ボタン。さあワンピー側デレロリュウ、ツーピー側イロハエスガイル、デレロが大パンが効かない形、イロハは 中キックが効きません。さあリュウ、X リュウの、大P、大ファイヤーが出せないというのはなかなかガイルにとっては結構やりやすくなっているとは思いますが、逆に中足が使えないというのもなかなか、ガイル中足は結構きついですよね、はい、押してますよ今、はい、押しても出ないですから、押しても出ない、はい、押したら負けじゃないのでね、はい、その辺はそうですね、優しいですね、優しさありますよ、はい、まあ、竜は全部のボタン使いますからね、そうですね、まあ、大パンは、まあ、波動が強くなくなるというか弱体化するけれども、他の通常技としては、まあ、ガイル対空だとか地上戦ではそこまで問題ないでしょう、ね、逆に言えば、まあ、大波動がそれだけ強いという、ことですが、いやもん僕が封印するんだったら大足かなって思うんですよ、ガイルで使うんだったら、まあ、ぶっちゃけ、道着に対しては大足は結構安定して効果があるかなとは思いますね、うん、グリグラ対ミア、はい、じゃんけんして決めといてください、はい。さあデレローは使い慣れた強波動なしで戦っている、対してイロハエスガイル中足なし、ボタン封印ってなんて言うんだ、ボタン封印ってなんて言うんですかね、封印、そもそも封印がわからんな、おーい、サーマー出していく、ムエタイから歩き投げに行くところだったか、さあじゃあ 1P2P は、
OK でーす。それでは0回戦最後の試合です。デレロー対イロハはデレロー勝利ですね。さあ相手の相手考えておいてくださいね。マキリ対イロハ、じゃんけんしといてください。あと封印するボタンもお願いします。さあ 1P 側ミヤケンがダイヤシ封印、そして対するはグリグラフェイロン強パン封印です。強パン、まあ、強パンないと劣化剣のプレッシャーが段違いですね。しかし剣も足が必要。うわっ、グリグラ普通に出しまっている。さあこれは壊し昇竜待ったが、ここは出さずグリグラにんまり。さあグリグラ勝利で次はアゼーマキリでございますね。さあ次の試合はアゼ対マキリですね。先ほどの試合いっぱいやってました。マキリ剣が強キック封印、対するアゼが中足封印です。さあ代名詞のアゼ中がアゼ弱になっている。アゼ強が出ましたね今短けかわいい。しかし剣もなかなか なんか露骨に投げに行ったりもしてますけども、なんだかんだ、おドラゴンスイープ最大、そして今日当然やっぱ中足封印されるとジリジリした展開の時超困ると思うんですよね。さあジャンプ強キックソニック、うまく立ち回っているのはアゼ。昇竜ぶちかました、めくって昇竜ガード、アゼ中がなかった、絶対ボタン押してるはず今。さあ次の試合破天荒対グリグラ、じゃんけんを済ませておいてください。おお、あそうか、近距離中キックも対空なくなるのか。あはー歩き投げでごまかす男アゼ。その後ペルオ対2回転ですね。
これ僕が忙しいな行ったり来たりして。さあ破天荒対グリグラ、破天荒強パン封印です。そしてグリグラは、強パン封印ですね。まあ、フェイロンはどの技も使っちゃ使うんですけど、個人的にまあ嫌な技っつったらやっぱ劣化剣ですもんね。劣化を忘れてもう前歩き投げしてくるんで、そこにぶちかましてやりましょう。さあボタンバンルールです。繋がんないですね。おっといい飛び投げる、全部投げじゃねえか。うわー中足ピアル中パン進化、これはうまいですね。あれピヨっちゃうか。グリグラ勝利で、では2回転対ペルを行います。あこの次です。次は、フロンターボ対、デレロですね。じゃんけんとあの相手の、封印のボタンを。さあまたこのホンダ対バイソン。はあこれはどうする。送らせて、はいはハリケーチューピーチューピーチューピーでケアうまいぞ。あそこの間合いのドスコイを何もその見てから反応できないというか返せないっていうのはなかなか難しくって、よくガードした。さしかしでかいタンパー当然 P あれ2つじゃ出ないか、3つですよね。なので K で貯めているという形だったはず。これはガン待ちの構えか2回転。しかし来るところを待っていた。そうですね2回転勝利、最強じゃねえかこのキャラ。
さあフロンターボ VS デレロー、フロンターボ弱パンが封印。あーきついな。ターボさんはちょっと前までホンダ使いだったんですけども、おさあ、バイソンはねこうやっても強いんですよ。さあデレローはこれ強パンでしたっけ、はい、強パン封印ですね。さあ今のちょっと強ヘッドね、はい、癖で弱ヘッドやろうとしたですね、っぽいですね、うん、強でもいいですね。そう中は抜けられないから、はい、強のヘッドで抜けるしかないです、ね、強ですね。ダイゴスはないです。ダイゴスもないから、ダイゴスがないのか。さあ燃やして、おっと中盤中盤チラチラし、使えるボタンを振り使っていくきついな。さあとしまった。そうそうそう今度はダイヤシハド、どうする。おっこれまずい。アッパーなっぱつかちだけ、つかちだけか。あの場合ジャックグランドストレートがないということなの で、 ですね。相模安定相模でボタンを押してもいいぐらいので、密、うん、かにやっぱ弱ヘッドがないのがえらいきついと思うんですよ。強いっす、つらいっすね。やっぱりあの自動2択もできないし、そう、うん、自動2択がめっちゃうわダイエットが、ね、強いんだよな。さあデレローが勝ち、マジか。というわけで次はアゼグリグラやりましょう。さあでは始めましょう。おかえり。さあこれで準決勝ですね、はい、アゼ対グリグラやっていきましょう。アゼさんは、グリグラフェイロン VS アゼガイルなんですけども、両方とも大パンチ強パンチを封印となっております。あ名古屋 お土産ありがとう。ちょっとここはちょっとここは問題あり、今日はボタン封印ルールでございます。ダイパンが出ないっていうか、裏剣が出ないの。裏剣が出ない、強ソニックがない。あ強ソニックがない。リフトアッパーがない。うわリフトはきついよ多分でもアゼチューが復活してる。アゼトルネーディやってますからね今。あー投げ近かった。おあーあと投げ返しのボタンもないのか、うん、シュパンしかないのか。あそうですね、ボタンが1個封印されるのか。あの投げが1個封印されるのはでかいですね。柔道する。うん。おー、いけに。うわぁそうそう。対空がないのをいいことに。そう、リフトアッパーないんですよ。そこら辺を、鑑みてのボタンを指定ということですかね。マジかよ、今の。潰せんのかよ。かっこいいですね。今、裏剣入ろうと、入らなかったね。そうですね、裏剣がないんで、残念ながら。で、フェイロンも、強烈化がないからあんまり。 おバックスポットなかなか分かってきましたねこれはさあぜラバーからおっと、ああめぐった K 投げ裏 K 投げ死んだか。劣化神剣も出さずあったのグリグラ決勝進出です。マジかよ。じゃあ2回転対デレロいきますか。
強キック。あれ、ボタン封印トーナメント。いやこのルールきついなマジで。さあ、うん、さあ準決勝第1試合は、あ、第2試合は、2回転さんの本田とデレロさんの龍になります。さあ始めていきましょう。デレロさんの方は、強キックが使えない状態です。本田ミカさんの方はジャックパンチを封印しております。さあ昇竜拳、今のもダイヤシー対空で良かった場合なんですが、さあ百科から、おっと昇竜暴れて、お、仕込み昇竜、長田投げからの、おっと、あーっと燃やされて、強し波動、さあ避けて、ホンダは近づきたいが、あーしんとか、はい、こんばんはとか、ダイヤシタイクがなくなっても真空があるのか、はい、真空あんまり近くだと百貫で切られちゃうんで、あーどうもそっか、うん、絶対ですね、うまいよからよく割った。よっこい。うわ、減った今。しゃがみぐるん結構ね、減るんですよ。減りましたね、今。さあ、焦がして、張り手。ミカペースか、え、来たか、ふがふがして。そう、余計なことしないで、リュウは、そう。大キック、ダイヤスタイクないよ。はい、そう、あー、出ない。大丈夫よ。ダイヤスタイクはい、これで大丈夫。でもあんまりいらないよ、それは。あー危ない、はい、昇竜あった、はい、竜ソーバラしちゃった。あと一度と、まだ、まだ一撃中、まだ一撃中、はい、あ今、なんでしょう波動結果、やっちゃった。これは10番でいいのか、じゃあ決勝戦いきましょう。決勝戦は、はい、グリグラさんとデレローさん、はい、今のデレローさん、フェイロンとリュウ、はい、これはどうでしょう。この感じ見てるとちょっとグリグラさんが分析して、ちょっといなしそうな気はするんですけど、ただグリグラさん大パン封印されてるから、あー劣化圏があんまり脅威じゃなくなっちゃうんですよね、はい、でもコパン劣化とかあのディレイとかめんどくさいですよ。めんどくさいですね、あれはね、本当にね、もうどこが切れてんのかねよくわかんないっていうね。はい、じゃあ決勝戦、決勝戦いきましょう。あ、ニカ、はい、ニカさん、はい、さあ入ったぞ、入った、マジで、さあ投げて、うまい、ああ燃やされて、さあ燃やしなさい、いいよ、まだあるよ、バラまだまだある、まだまだ、さあ飛び飛びで、はい、押しまくってる、グリグラ、まだ、あ、大丈夫です、これはさあ飛びを通さなければ、いい波動、はい、ファイヤー、
さあ押し返して、お、いい体育ですね。さあ投げか、ああ師匠龍が来た。さあこれが画面弾きつらい。さあたまたまの、はい、あっと、さっきゆっくり、ロッパンが効かない、ゆっくりどうする、追っかけ、これは、あー出れない、出なかった。さあグリグラさんが取った、優勝グリグラフェイロンです、おめでとうございます。4番これで宮県がワッピー、フロンターボさんがツーピーで、でワンピーが、あ、友情決定戦じゃねえや、あ、あれあれどうなってんだこれ、はい。さあお次は、じゃあ次が、はい、宮健と宮さんと、フロンターボさん、フロンターボさん、さあ宮さんが中キック封印で、ということは膝がないっていうことですかね、膝がないね、でフロンターボさんは、はい、大パン、ショーパン、ショーキックか、ショーキック、さあ射撃始まりました。ミヤさんの色が長州カラーだ、そうですね、キューキックカラーフランクから使ってますので、はい、今日はナスと、おお、お、そしてフロンターボさんは強、はい、キック封印でピオラされる、投げピオ来ましたね、そうですね、バイソンの強キック封印はどういう意図があるんでしょう、ちょっと私、はい、分からないですね、バイソン使いですけど、なくてもまあ短波がなくなるぐらいかなと思うんだけど、はい、あー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 惜しい、なんでやねん、埋めていった。色通りになっちゃった、ぐちゃぐちゃになりましたね。さあお次は今準備してますね、ワンピーに、ワンピー直樹バイソン中キック封印ですか、おー自信の、さあニカさんがね、ルーザーズは2ボタンにしましょうって言ったら、マーキリーさんは大丈夫と。あ、これちょっと、試合は始まっております、はい、中キック封印の剣と、はい、まあそうなるとバイソンはかなり剣戦楽になります、直樹バイソンは強キックカラーなので、はい、色も使えない、あっと TBS 怒ったが捕まれる、
次の試合いろは対破天荒用意しておいてください。さあ膝がないんで、膝ないとマジきついと思いますよこれで、バイソン側は強キックが封印です。はい、まあどうしていいかちょっと戸惑っちゃうと、そうです ね、まあピー投げですね、ピー投げしかないですねこれは。はい、S 剣の劣化版みたいな感じですかねそうですね、はい、しかしまあ劣化さえ当たりゃクレイジーでしっかり削る。いや、強キック封印はちょっと失敗だったかも、はい、直樹勝利7でいる。さあお次はですね、いろはさん対破天荒さんでしょうか。はい、ベテラン同士ですね。さあ行きましょうか。さあいろはさんの、S ガイルは、あ、いる、いろはさんと、はい、破天荒さん。これはそのままだったらよくやってるカードだと思うんですけど。ですね、これは、この封印は、はい、S ガイルがアデチューなし、あ、Q が台形なし、どっちがいいかなあ。コメント見ましょうか。お、はい、さあこれまでは破天荒さん、ソニック割ってまずは1本、まあ、ユーモしゃがみ中キック波動とか、あーでもまだあるからいいか、まだ大丈夫だと思うんですけど、ガイルはアジチューないと結構きついですね、特に S ガイルは。飛び込みはラウンドハウスが S ガイル強いんですけど。あーそっか、お、ガード切ったよ。そうですね、しゃがみ小足振るだけだね。おっと、いいよ。あーっと、え、消える投げ、消える魔球、はい、ダイビングボール3本消えるのか。さあそこまで緊張しないでやってもらってリュウは大丈夫なような気がするんですけど、これやっぱガイルが、あー竜巻ですか。ただアゼチューが S ガエルないんで、あんまり懐に来られても怖くはないんじゃないかなと。そうですね、はい、あ、上に入らない、はい、こんな感じの、お、いい昇竜、昇竜拳かな、あ怪しい、いつもね、台形で飛んでるのかなっていうのが、だんだん入らず、おい、そして、第5つ、おい、あと、サーブライ、はい、投げる、投げと、あっと、はい、時間を、光さんは怖かったけど、あっと、おっと、なんだ、おお、これは逃げ切った感じか。あれ、そのまま？あ、いや、僕はね、あの、行ったり来たり忙しいです。大丈夫、大丈夫。あの、番号は？あ、番号はここにあります。あ、あ、ごめんなさい。はい、これが3か。3番を、ポチッと。はい。
ギャグ。じゃあそうですね、今ちょっと回って 1P と 2P の、はい、あ、おっと、さあ大丈夫かな。さあ三宅健と、おっとと、やっぱりおっとっとと、ちょっとやり直しますね。あ、すいません、ね、さっきので合ってたんじゃないかな、どうなのかな。まあこれね、毎回ニカさんがこういじらないといけないんでね、大変ですからね。ペルオさんは 1P で大慶、そうですね、はい、じゃあ三宅さんの方が、はい、中慶を、膝がない方です、膝がない、中足がない方で長州カラーですね、長州カラー、はい、でペルオさんの方が、はい、なんだっけ、ダイヤシか、はい、うん、ダイヤシ、あんまり考えなければバイソン強いんじゃないですか、さっき直樹さんの見てたんですけど、膝がないだけでね、全然違うんですよね、はい、このカード、おお、さあ昇竜拳に、そっか、あの大足払い波動はあるけど中キックがないと、そうです、お、危ない、おー、あー、ピヨッター、事故った、何をやってしまったのかな、マジで、まあ、剣の、ね、膝がないだけで、はい、だいぶ危ないよ、だいぶ楽になるんでね、さあ投げて、さあと、これなんかペースがミヤさんなんだけど、あー、チーパーは痛い、はい、今ヘッド入ったかな、あ、うちゲージが溜まると、はい、やっぱりバイソン、おー、うまい、あー、出し、もったいないよ、波動をかけられてグランドタイク、やばいよ、グランドタイクはやばい、まあ膝がないからね、まあ S 剣みたいな感じになるのかね、戦い方としては、そうですね、そう、台足がない、バイソン S がない、あっと、来たよ、壊して、ここから、はい、受け身安定、はい、投げて、はい、うわ、取れなかったよ、じゃあ足こいって、お、トップスピン、逃げて、あー、あー、おーっと、めくんのこれ、引っかかった、マジでこれめくんだ、セルミヤさんだから、皆さん、勝ちました、いや、今のね、ミヤさんの石はでかいですね、お次は、直樹バイソンに破天荒さんの竜かな、さあこれはね、やっぱ考えるのがね大変、コメントをいただいてる小右衛門先生とかはもうよく分かってる、さあ来ますよ、ワンピー直樹バイソンとスーピーの
破天荒さんの竜三者帰りのお祭り野郎が来ましたね。サンジャーさあ 1P 側が、はい、直木バイソン強キック封印、はい、2P 側が破天荒竜の強キック封印ですね、はい、次の試合が、ミア対アゼやりますのでじゃんけん済ませてください。さあミアアゼです。放ってしまったバイソンガンユリ、さあゲージを貯める、ゲージを貯める、波動拳貯めないよ、おっお、ありじゃないの。さあバイソンはタンパがないはず。ああそうなんですね。キンク、おお、いやあそこからよく持ってきましたね。そうですね、真空がでかかったが、あそうなんですね、タンパンチ使えない。おおすごいすごいのを見た。これは令和初の出来事でしょう。もう流れはね、もう流れ破天荒ですね、これは、はい、あいいですね。さあ、あとはクレジーを食らわなければ、はい、投げる、そうですね、うわー、送らせ、クレイジー、ここで入ってしまう、来ると思ったけど投げない、うわー、届く、あれかなり危ない試合ですね、これは。龍はまあ、強キックは要だとは思いますけども、はい、別になくても。面白いですね。何が起こってんだ、これは。さあ、右5番。さあ、アッパーは入れてる。さあ、画面端に中盤グランド。これ、積んだか？あー、それとは。大パンチですね、あれは。いや、弱ストレートです。あ、弱ストレート、失礼しました。おわお、さあここでミヤさんは中キック封印かな。アゼ君もあれかな、アゼ中を封印したらなんだろう、アゼ賞、アゼ大、アゼ中封印したらアゼ台とかアゼ賞とか言わないといけないんですよ。なんかしっかりこないですね。なんか超弱そうだ、弱そうですね。アゼ君が強いのは中キックみたいなね、中キック、言い方がにくい。じゃあやっていきましょう、はい、次がはい、アゼガイルにミヤケンは、ミヤさんはやっぱりそうか、アゼさんと、はい、ミヤさん、あれこれ今の動きはアゼ中がないからですね。牽制してます。、はい、さあいいぞ、まして、いいよ、あともう大パンがあるのか、はい、ミヤさんは今の中キック入れてるから大キゲ飛びがないんだな。あぜしょうが誘ってるな、これ新しいな、これ新しいな、これさあリードしてるのは出られたか、まだこの時間ですからね、まだまだ飛び込みを大パンチ昇竜に変えればいい。おっと、あぜしょう、あぜしょう、あぜしょう出た、アゼリア小学校、はい、皆さんは飛び込みを大空飛び込み昇竜にするんだ、うん、さあそれかもう掴みに行く、投げ返す、さあ投げに投げ、アイチここでね、いつもやりに行っちゃうのがね、アゼ君なんですけど、アゼ中がないでやりに行くとちょっと変わるんじゃないかな。おお、俳句マジか、できる、あー飛び込んでない。でもさあもう飛び込み連覇しかないよ、まだ昇竜連覇無茶苦しかなきゃ、あートリック当たっちゃった、アゼショーの勝利、アゼリア勝利、アゼリア勝利、ア
勝利の勝、あぜ、あぜ勝、あぜ勝。そうですね、ペコさんが言ってますね、あぜ勝はね響きからして弱い。でも勝っちゃいましたね。みやさんに今度お仕置きしといてあげてくださいね。さあここは結構ガチですね。直木バイソンにニカさんかな、これさあ来ました。さあ 1P は2回転、ホンダはこれは何がないんでしょう。キョーパ、はい。じゃあ直樹くんが大パン。さあこれはどんな戦いになるんだろうかな。これは埋めてるだけでいいのか。さあこれ匂いは強いですね。難しいぞ失敗したか、ミカさん失敗したか。引っかかるもん。まあいつもと変わらないような気がするんですけど、バイソンは。はい、グランドさあ体力的には五分になってきたけど、お今度はニカさんが慎重に何が出るんだろう小パンなしはきつい。おお。さあ2本目はね、一方的な試合にはなりませんで。さあ引っかかった。これはねバイソンの投げが強いんですよ。小パンがないときつい。マチバイソンでヘッドを狙うとか。さあウォイチョが入って、おーっと2回転取りやしたね。さあ1ラウンドはね直樹君が行くと思ったんですけど、はい、さあ、あぜくんと2回転。またアゼリア小学校が行くのかな。さあ、ニカさんが 2P に座り、 1P があぜくん悩んでおる。兆候ざわざわ。さあアゼガイルに対して、はい、ニカさんは何を、え、中足、中キック封印。ニカさんは中キック封印、うん、でアゼさんは、はい、アゼ大大パンだ。ニカさんの、はい、あの大パンが使えなくなる、はい、
そうですね、強パンがないってことは、あの垂直避けができないのか。あもう本当の垂直しかないですね。本当の垂直しかなくなっちゃうから。あとそのダメージ源の大張り手がないってことですか。あ張り手がないのか、はい、あと中張り手じゃ、はい、ダメな時があるのか。まあ、ダメは多いですね、うん、威力は減ります。いやこれはこれはアゼ君のガイはしゃがみコパンにサマーがあればまあいいんじゃないかぐらいな。だけど、はい、さあ焦がして、さあなんか遅いぞマジか、焦がし投げからの、はい、さあ別注が使えないということは、はい、はい、終わったか。あ終わった。やっぱね俺意外と案外そうでもなかったりして、これいいんじゃないのか。あ来たよ。終わったか あんまり見ない。あ、ど続きが届かないのか、はい、やっぱねアゼチューがないとね。アゼチューないのきついだ、はい、スタブはあるけどアゼスタブっていうのもスタブはあるけど微妙。あ負けたからのサマー。ここはいいですね。お今みたいなシーンで、はい、でも空対空があるからあんま意味ないのか。おっと今は2つは危ねえ、2つ勝ちポイントがあったかな。ニカさん的には危ねえ、はい、そうですね。あでしょう、あでしょう、ね、弱いまあ続いてのねペイコさんはガイルのショーパン封印の方が。そうですね、どうなる。体力はあ100回外しちゃった。投げ返しの汗マジか。さあ膝で良かったところを大いちょうにしてしまったか。いやでもあ、そっか、引っかかっちゃうのか。じゃあ、行きまーす。ルーザーズの決勝、はい、デレローさんと、はい、アゼさん、じゃあルーザーズの決勝いきまーす、はい、さあ連戦のアゼショー、さあアゼショー、さあアゼさんとデレローさん、はい、はデレローさんは、デレローさんの方は、はい、ダイヤシが封印しております。でこれはちょっと面白いな。アゼさんも、はい、引き続きアゼッチューができないということで、はい、さあ竜の方は竜巻がないのか。あそうですね。あってことはソニックに竜巻ができないのか。まあこの場合ガイル強いぞ。さあおっとダブルサマーだったのか今、ね、まあダメでもダブル出しとくのがいいですね。さあおテクイと思いきやアゼチューがないから、さあいいぞ投げていいぞ、はいやテレオさんいけ、あっとちょっと早いアゼダイヤ強えな、アゼダイ強えな、アゼリア大学生大卒ですからねダイヤシをプレッシャーにかけて投げに行くのか、はい、あこれ新しいな、新しいやるダイヤシ、あっとこれはマジかよ、使えてきたんじゃないの。アゼダイヤ強えな、
じゃあ行きましょう。はい、さあ、マジで、じゃあ 2P で大 P と中堅鬼畜だなこれ、マジで。だってこれレックあるんですよね、グリグラさんね。そうだ、そうですね、はい、マジで返しにくいよ。さあグリグラさんはアゼさんに対して、ね、大パンと、マジで？あれ、アゼくんが、アゼくんがダブルで、ダブルで封印、封印で、はい、グリグラさんの方は大パンだけ封印とよ。これはもう決まったなこれ。あー、終わったかこれ。はい。じゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、日曜定例イベント決勝戦始めていきましょう。決勝戦始めます。レディファイ。さあ、デニアですね。2つボタン封印されています、はい、これは終わった。さあ、殿下の宝刀が、うん、開幕投げ、マジかよ。アゼさんは、ね、大パンと、はい、中足を封印してますやばいです。対するソニックがね、回転が悪いし、うん、グリグラさんは大パンのみ封印と、はい、でもね、このおかげでアゼくん、さっきもそうだけど、あの大足の使い方が上手くなったすごいですよね。さあ、アゼ中から、はい、さあ、こういうことよ。劣化で、おっとディレイの劣化で手を出した。関係ないですからね、グリグラさんはね、うん、あと2度目は通用しないぞ。めくって、終わったか。あ、終わらないでも偶然の飛び火、あっなんか見てていいな壊し壊しトリック、あったあった、あったあぜしょう、ひりき、あぜしょう、マジか。優勝はグリグラメイロン、グリグラさんメイロンでした。どうもありがとうございます。いや、面白いですね。投げ返し、投げ返せない。でもこれやってる方はたまったもんじゃないですよね。やってる方たまったもんじゃないですよ、はい、最悪ですよこれ最悪はい、あ、じゃあグリグラさんに、はい、勝者コメントお願いします。優勝者のグリグラさん、あー、もう頼みの綱の大 P が禁止されて、もう本当に厳しい戦いばっかりでした、うん、いやー、なんとか薄氷の勝利だったと思います。ありがとうございました。あー、どうも。やっぱりね、グリグラさん頭脳派なんで、なんとかしますよ、そこら辺は考えて、じゃあ作戦勝ちということで、そうですね、じゃあ、今日はおしまいということで、こちらでイベントの方は終了ですね、ま、じゃあ、野次内の方を、はい、やっていきましょう。皆さんまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。あーずでしょう、弱っWe'll be right back.
Yeah.
Thank you.
Yeah!
い。
愛。
2